どうもヌヌです。モンスターハンターライズ続きをやっていきたいと思います。ご用件をどうぞ。特別なクエストが来ています。フリーサイドをとりあえず入れといて、受注可能なクエストはこちらです。ナルハタタ姫行ってみましょう。本来大会を引き裂き現れたるは夢の跡、たちの夢の跡。水曜、水曜、特ないで。天命なる稲なら、ここにない。ヤクモ、ホロに踏み荒らし、ラクレが辻の乱れなとなら、ナルハタタヒメ。飛燕万丈、これこそ極限状態。まあやれるだけやってみようか。なんか飲んじゃった。
ダメージ入るね。来なければ当たんないしな、あれは。
この辺になんかキック、あー近い。なんだ、あれはどうやって受けんだ。諦めない。なんだあれ。
れ下にいたら死んでたな多分。行っちゃった。色のところ壊れないのかな。とりあえず弾補充していきましょう。
お、しない。もらっていくぞ。取らせてもらう。無駄にはしない。任務完了。この下か。深すぎてそこが見えんな。ナルハタタ姫の気配は消え去りました。お見事です。うん、まさに異列、古今並びなき大手柄だ。井上、港、宴の準備はすでに抜かりなく。よろしい、では里へ帰るとしよう。皆が待っている。究極出た。佐藤さん、雷神竜は？ついよついよ、今こそ巡り合わん。死死孫孫、大地へあまねく。いぶけ風、なれ、いかづち。
け。はい、お供のレベル上限が解放。集会所クエスト星7に新しいクエスト追加。百竜夜行上位に新しいクエストが追加。ハンターランクの上限が解放。壺が要らないのを錬金できるようになったんか。で20個。お待ちしておりました。何が追加されたんだ。バゼルギウス挑戦状シリーズか。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。